輝です。野本優です。はい、投薬の大好きなあのキャラの名前がついに判明しました。ジェイ・ガルシア・サタン。声でかいな。最後すごいね、フェードアウトしてる。その要因がやっぱ大事ですか。大事です。めちゃくちゃ長い名前じゃないですか。はい、ジェイ・ガルシア。そうですよ、ね、ゴロスの中でも杖をついているあのおじいちゃんがなんと単独でマリー・ジョアを出て、まあ、エッグヘッド周辺にいるということで、エッグい展開ですね。エッグい展開ですよね、はい、もしここで麦わらの一味とゴロスが絡むようなことになったりしたら、うん、もういよいよ本当に最終章だなって実感湧くよね。そうっすよ。展開的にはさ、和の国も最終章みたいなもんだし、新世界以降なんなら最終章始まってたやん。なんか伏線はね、いよいよゴロスがマリー・ジョアから出るってのはよっぽどじゃないですか。しかも一人で単独行動やからね。心配俺は。5人同時にしか動かれへんと思ってたから俺、ね、以前映画フィルムレッドではシャンクスの本名がフィガーランドじゃないかと。ああそうそう、フィガーランド D シャンクスなんじゃないのかとね、いろいろ言われてましたけど、まあ、D はねちょっとまだ言われてないんですけど、はい、かなり界隈がざわついたわけなんですよね、うんうんうん、でその時と同じような興奮がまたここに来てやってきたぞっていうね。大寒波ですごい寒い日本を暖かくしてくれぞみたいなね。日本を暖かくああはい、そして今回明かされた五老星の一人の名前がジェイ・ガルシア・サターン星ということで、名前に土星を意味するサターンが使われてるんですって。そうですね。こういったことから五老星はもしかしたら僕たちがいる世界の地球でいうところの太陽系の惑星と大きく関係しているんじゃないかと思えるんですよね。はい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 、小田先生がわざわざこんな名前を持ってくるということは、名前自体に大きな意味を持たせてきてるんじゃないかと思うんですよ。フィガーランドやサターンなどの意味深な名前が出てきた今、こんな企画を今日はちょっとやっていきます、はい、シャンクスが巨大な王国を復活させる説。ついにシャンクスが動き出しますか。そう、気になることって言ったら人物で言うとやっぱシャンクス、はいはいはい、そして王国というかその物的に言うと巨大な王国。そうですね。この辺の謎がちゃんと分かるんじゃないかと思うんですよ。これワンピースの根幹に関わってそうですからね。そう、今回明らかになったそのサターンという名前、はい、映画で明らかになったフィガーランド、はい、さらにイム様という名前まで全て名前のつながりを紐解いていくと、うん、とんでもない考察を思いついてしまったんですよ。ちょっとね、難しく聞こえる話もあるんで簡単に結論が今日先言います。うん、イム様は海の能力者、予言の男モンキー・リルフィが世界を破壊する、フィガーランドの名を持つシャンクスが巨大な王国ごと世界を再建するの3本です。なるほど、はい、なるほど。サザエさんですかって、の3本です。サザエさん。まずはワンピースと惑星の関係性についてお話ししていきます。惑星の名前に隠された伏線。ワンピースというのは青色の星と言われる星あるじゃないですか。はいはいはい、はい、そこのまあ海を航海する物語なわけですよね。はい、実は宇宙規模の話が登場することも多々あるんですよ。最近で言ってもベカパンクの研究所の中で天体模型のようなもの、こちら皆さん気づきました？プルクはね、オハラにもありますもんね。そう、オハラにもありましたよね。ベカパンクの頭脳は人類が500年かけて到達する領域と呼ばれているぐらいなんで、はいはいはい、まあ、かなり先を言ってる研究者なわけなんですけども、そうですね、まあ、宇宙というのは重要なものなのだというのがこの一コマからも伺えますよね。宇宙は広いですからね。そう、改めて宇宙のことも大事に扱っていきますよこれからの匂わせみたいな、いやそうですよ、描写やと思うんですよ、はい、実際ベカパンクの研究所にあったものが、うん、天体模型かどうか分かんないですよ、言及されないから。あ、そうね。ワンピースが宇宙と関係があることをすでに示す伏線はありますよね。ああ、フジトラの悪魔の実とかね。え、どういうことですか。やっぱ重力とかね、宇宙とすごい密接ですから。まあ確かにね、その重力の力で隕石を降らせるとかっていう能力もありますからね、うんうんうん、で一番代表的なものといったらやっぱこっちですよ、エネルのスペース大作戦。はいはい、完全に月行ってるもんね。まあ、扉絵でね連載しました。そう、この扉絵連載では空島のボスだったエネルが実際に宇宙の月に行ってしまっています。はいはい、これはワンピースの物語の中でもかなり異質な話なんですよね。うんうん、扉絵で連載なのに、はい、本編ですら出てこない月のお話をさっきやってんねやから。そして古代兵器の名前にも宇宙の惑星が関係してるってことを、まあ、皆さん、まあ、気づいてるよね。もうね、現実世界の太陽系の惑星は現在は8個あるとされていますけども、はいはい、水金地下木土天海、はい、名が外れちゃいましたけど、そうですね、全部で9個あったわけですよね、冥王星を含めたらね。そうそうそう、この2006年に惑星から外された冥王星が実は重要で、太陽系の惑星には英語表記もあるんですよね。そう、あるやろね。冥王星の英語名は冥王星。どうしたの。冥王スター。冥王スターではないですね、歯です。はい、冥王やから。ありがとうございます。はい、プルートですよね。これはギリシャ語でプルトンとも言われてるんですよね。古代兵器プルトン一緒なんですよ。プルートはちなみに英語なんですけど、プルトンはギリシャ語ということですね。俺が好きなのはクルトンやね。食べ物やから。もう人が一息放てはもう粉々になりそうだけど、ね。なりそうやね。実は冥王星だけじゃなくて、他の古代兵器と同じ名前の惑星も存在していて、それがドッテンカイの、天海ってところですよ。天王星と海王星ね。はいはいはい、天王星の英語名はウラヌス。ああ、これも古代兵器。はい、これはそのまま古代兵器ウラヌスと同じですよね。はい、そして海王星
正な英語名はネプチューンです。そんな古代兵器ありましたっけ。あのワンピースでは龍王国のね、国王様がネプチューンですけども、はいはいはい、確かに確かに。実は現実世界ではローマ神話のネプチューンとギリシャ神話のポセイドンは同じ神であるとされてるんですよ。へえ、はい、なので海王星も古代兵器ポセイドンであると白星のことを指しているんじゃないかと。あ、そもそも海王って書いてるもんね。もうそれもそうだし、ネプチューンが出た時にもうその娘が古代兵器であるような匂わせがあったっていうことだよね。ネプチューンという名前からね。3つの古代兵器の名前のモデルについては、うん、ギリシャ神話の神様のイメージが強くて、はいはい、惑星の名前と紐付けて考えた人は、まあ、少ないかもしれませんけども、ルフィの能力は太陽の神ニカの能力だったこととか、今週号で明かされた五老星の名前が土星を意味するサターンだったということから、古代兵器も太陽系の惑星と関係があると考えた方が自然かもしれません。またそもそも小田先生の昔のペンネーム、今ちょっと話題になってますね SNS でもね、はいはいはい、はい、ワンピース連載前の小田先生は月火水木金土と書いて、うん、月日水木近藤さんという名前なんですよね、はいはいはい、そう考えるとワンピースの話を宇宙規模にしようとしてたのは最初から考えられていたかのような構想。あ、もしくはシシャモのめっちゃファンやとかね。あ、絶対違います。あ、そうですか。シシャモないなかったね。あ、小田先生この時17歳ですから。あ、そうですか。ここまでの話を踏まえますと、うんうん、古代兵器や名前が明かされたジェイガルシア・サターン星と同じく他の五老星も惑星をもじった名前になるんじゃないかと、まあ、予想がつきますよね。ということでここからは今回登場しなかった他の五老星についても考えていきたいと思います。はい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 。五老星とイム様、惑星の関係、うん、今回出てきたジェイガルシア・サターン星の名前に使われている土星と、はい、古代兵器の名前に使われている天王星、海王星、冥王星を除いた残りの太陽系の惑星といえば水星、マーキュリーね、はい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 、で金星、ヴィーナス、うんうん、で地球はアース、で火星はマース、木星はジュピターというね、5つです。はいはいはい。どれが推し惑星ですか。まあやっぱり、うん、まず、お、なんで火星、火星に代わって石棺やろ。いや火星ってね、うん、イーロン・マスクが目指してたりとか、うん、ピラミッドがあったりだとか、うん、結構熱いスポットなんですよね。いやいや、あの違うんですよチャンネルが今日は。あ、そうなんや。まあでもそういう要素もあっていいと思うんですけども、はいはいはい、今日はちょっと違うくて。あ、そうですか。ただですね、土星を表すジェイガルシア・サタン星を抜かすと五老星は残り4人しかいないですよね。はいはい、はい、ということは水金地火木の5つの惑星の中にイム様も含まれるんじゃないかと考えました。お、そうなると当然イム様ってどこの色が当てはまりそうです。あ、地球、うん、あのね、相当悩んでボケを絞り出そうとしても出なかったパターンですねこれね。よく考えたら地球やったなっていう、うん、そう、まあ、地球とか青色の星っていうことに置き換えられて、はい、 そうですね、まあ、そういうことは世界の王と言えますよね。そうですね、青色の星に該当する地球が僕はイム様の担当惑星じゃないかと思ってるんですけど、はい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 、ちなみにその地球っていうのを英語で言うとアース、うんうんうん、はい、イム様にアース的要素ないよね。まあ今のところね、うん、まあ、あるかもしれないけどね、本当は、うん、まあ、それもそのはずなんですよ、うん、ワンピースの世界では月のことは月って言ってるんで、おーおー、ほんで月だけ月なんやろな。確かに。地球のことは青色の星って表現してる。そうやね。これがね重要になると思っていまして、はい、青色の星というのはもちろんワンピースの舞台ともなるその海のことを指して言ってるのは間違いないと思うんですよ。はい、地球青いっていう風な言い方もしますから。そうですね、はい、実際現実世界の地球と比べると、うん、ワンピースの世界の青色の星というのは大陸がほとんどないというか、ないというかその陸地が島なんですよね。まあ、そうですね。レッドラインぐらいですね。もうでっかい陸地っていうのは。海の面積めっちゃあるように思いません？広い。まあ、言った地球だったら 70% ぐらいね、なんか。そう、海は言うけど、それよりも広そうやね。広そうやもんね。まあ、だとしたら昔から言われていたあの説が浮上するんですよ。ワンピースの世界、ウォーターワールド説？似てるな。あ、違います。はい。イムイコール海説。なるほど。そう。イム様の名前のね、元ネタ何なのかというところで、まあ、仏じゃないかと、イムと書いて。うん、イムホテップじゃないかってもあったね。エジプトのね、うんうん、言われたりもするんですけど。そうなんや、はい、でその中でもアルファベットで書いた時にイムと書いたらそれをひっくり返して海っていうのもねよく言われますね。これ言うならさ、俺のアドとオダム、うるさい。あくまでも違ったら言われてる、言われてるだけ。俺が言ってるから。そうやな、はい、で正直言ったらもう根拠に乏しくて、はいはい、考察というよりは予想ということなんですけど。あ、そうっすね。それが今回五老星がそのサタンという土星をもじった名前が付けられていたことで、うんうん、青色の星をもじった名前がイム様に付けられている可能性は非常に高くなったんじゃないかと思ったんですよ。なるほどなるほど、はい、そして他の五老星の名前も惑星からもじって付けられている可能性は高いと思えるんですけども、はいはいはい、そうなってくると実は2つの描写が実はかなり意味深だったんじゃないかと思えてきます、うん、こちらです。小原の全知の木の中にあった天体模型と、うん、メガバンクの研究所の中にあった天体模型、当然これらのコマを見た時にですね、科学者や考古学者でも宇宙について調べているんだと思うんですけども、はい、実はこれって
五老星やイム様について調べていた可能性あるんじゃないと。大犯罪者やん。いや、犯罪者やん、こいつ。まあ、確かに。今まで読者が勝手に想像していただけで、実際、小原の学者やベカパンクたちは、一言も宇宙について触れてないんですよね。まあ、そうやね。ロケットとかあるからね。うん。消えない太陽とかの話は出てましたけども、はい、惑星、他の星については言及されたことないんですよ。確かに、確かに、はい。ロケットっぽいものがあったりしたんで、勝手にベカパンクは月にでも生きるような技術力を持っているんちゃうんかとか言ってましたけど、月の話とかも全くされないと。そうやね。結構意外じゃないですか。本編で宇宙出たの宇宙海賊ぐらいですか、うん、本編では出てますよ宇宙海賊。まあ扉ですね。ああそうですね。そして天体模型図と関係の深いクローバーやベカパンクに共通して言えるのは、空白の100年にかなり近づいている人間と言えることです。はい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 、はい、クローバーはポーネグリフをいくつか読み解いて、うん、空白の100年に関する、まあ、仮説を立てたの。そうですね。でその仮説を話している時に最後、まあ、打ち殺されちゃったわけですけども、うんうん、まあベカパンクは小原がもしこの仮説で消されていたとしたら、それはもう政府が事実と認めたようなものじゃないかと言ってて、そうやな、気持ちよかったこの時のセリフ、うん、もうその通りだと思った。そう、ね、俺らも都市伝説を扱ってきて、うん、なんかたまになんか消されちゃってするやんか。そうや、真実ちゃうんかっていうことですよ ね, ね, ねでこの仮説はほぼ間違いなく当たってそうですし、はい、ベカパンクも小原の文献の内容を全て記憶しているということなんで、同じ仮説に絶対たどり着いてるはずなんですよ。もしくはもっと詳しく知ってるか。いや、そうっすね。そして五老星というのは言わずもがな、空白の100年との関係はかなり深いと思えていて、はいはいはい、でそもそも空白の100年で巨大な王国を倒して世界に君臨したのは20の連合国だと言われてるんですよ、はいはいはい、そしてその20の連合国からネフェルタリキを除いた19の王が今の天理人、うん、はい、でその頂点にいるのが五老星でしょう。そうですね、はい、だとしたら空白の100年について深く知ってしまっているクローバーやベカパンクは当然、五老星やイム様についても深く知っていて当然じゃないのと。なるほどなるほどなるほど、うん、でそんなクローバーやベカパンクが天体模型を研究所の真ん中にわざわざ目立つように設置していると、なんかもう研究所っぽくしたいからなんかオブジェ置いとこうぜみたいな、なんか小屋下も雰囲気良くしたいから両脇になんか地球みたいな置いとこうぜみたいな、そういうノリじゃないと思うんだよな。だちゃんと意味があって置いてると思うんだよ。なるほど。そう考えると五老星やイム様と惑星のつながりを示す証拠、はいはい、と言えるんじゃないんですかと。ほう、はい、そしてイム様が青色の星の海を示す名前なんだとしたら、次のことが考えられると思いました。イム様は海の能力者。ほう、はい、過去に何度か言われていた説ではあるんですけども、うん、イム様は海の力を持つ悪魔の実の能力者なんじゃないか。シャンクスね、こちら第1話なんですけど、若いですね、シャンクスね、まだ27歳ぐらいですか、この時って。悪魔の実は海の悪魔の化身だというふうに言ってました。はい。はい、で、この間、こちらの動画でも話したんですけども、うん、やっぱりワンピースの世界と悪魔の関係は切っても切れない関係じゃないですか。そうですね。で、次に緑牛の発言なんですけども、俺は森森の実の森人間。海に並ぶ命の海の親ロギアそのものだと言ってったのを覚えてますか。はい、はいはい、これなかなかいい自己紹介だと思うんだよね。ほう、なんかすごい壮大さも感じるし、緑牛っていう最後の大将の格の強さみたいなのもこの紹介文でわかるじゃないですか。海の親ってやっぱすごいなみたいな。まあそうやね。ね、でここで一つ疑問が生まれるんです。モリモリの実に並んで海の悪魔の実も存在するんじゃないかと。いやもう最強そうですけどね。だとしたらそう、実際に海に関するものって悪魔の実についてなかったわけです今までね。確かに。それがウオウオの実で変わったんですよ。魚の実があるんだと。そう思ったら海そのものの実もあってもおかしくないんじゃないかと。なるほど。緑牛はね、他にも悪魔の実の能力について気になる発言をしてるんですよ。妙だな、ピンクの竜、そんな能力聞いたことねえぞ。ほう、な、分かりきった弱点ぶら下げてよ、海軍本部の大将張れるかってんだよ。ということで悪魔の実についてかなり詳しいんじゃないかと思える描写が描かれてますね。確かに確かに。もともと海軍にいたんだったら、うん、悪魔の実の勉強会みたいなね、研修みたいなあると思う。敵がこういう能力使ってきたら気をつけるみたいなね。そう、属性についての説明みたいなとかね、はい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 、でもなんか一般的に公募した中から来たんでしょ、この人って。そうね、だからかなりな個人で研究した人なんかなとか思う、ね、じゃあ悪魔の実図鑑とか読みまくっとったんかな、ね、例えば悪魔の実図鑑をね、その言って見たことがない人間だとしたら、はいはい、ピンクの竜になる能力を見た時にそんな能力もあるんだなって思わない。まあそうやね。そう、俺らなんかもうスト2世代やからさ、うん、俺が竜使って竜使ったら色変わるわけやんか。あ、痛恨ね。痛恨カラーになるわけで、はいはいはい、まあ、そんなことがあるんだなってまあそうやね、普通に思っちゃうし、うん、そもそもウオウの実の能力ですら把握してない可能性ある。まあ確かに。うお、竜なんのみたいな、そんなのあるんやみたいな。俺がポケモンは、ね、好きやからやけど色違いかなって思うだけやもんね。ああ珍しいやつね。そうそう、あれレア個体ちゃうんかなみたいな。レア個体っていうのね、まあ、それね、そもそもね1個しか悪魔の実ないのに何かレアやねんね。
はい、なのに聞いたことないと言い切るのは、はい、悪魔の蜜柑を見ているからだとしか思えない。確かに白色ですね。 それ以上のことを知ってるよね、うんうん、そんな緑牛がモリモリの実の能力について語るときに、はい、俺はモリモリの実の森人間、うん、海に並ぶ命の海の親ロギアそのものだと、まあ、かなり切ってるのも怪しく見えませんか。これ海の悪魔の実あったらね、うん、ちょっと恥ずかしいですね。いやいや、出てきた。いや、めんどくさみたいな。あっちの方がロギアそのものや、みたいな。ほんまに恥ずかしい。つまり、悪魔の蜜柑に海の悪魔の実が乗っていたことを知ってるんじゃないかと。ほう、なるほど。僕たちのさ、なんか見る辞書とかもさ、うん、会社によってはめっちゃ分厚かったり薄かったりするやんか。はいはい、悪魔の実完全版みたいな。はぁ、なるほどね。もうほんまにもう、国立図書館みたいなのする人ないんだよ。対象になった理由も実はそれかもしらんと。より知識をつけたいと。そう、だからあんまり世間に触れてほしくないの悪魔の実は、一般の本屋さんには、これぐらいで売ってるみたいな。あー。本当はめっちゃあるよ、みたいな。だから、ゲーム発売当初に出る攻略本みたいなのが世間に置いといて。V ジャンプ。そうそう。で、1ヶ月ぐらいにめちゃくちゃでかいのが出るやつが、まあ、海軍の時が持ってるんや。1ヶ月は早いな。じゃあ、半年後ぐらいか、あれ。そうそう。うん、そして、海が命の海の親であるのであれば、海の悪魔の化身である悪魔の実も、海の悪魔の実から始まったと考えるのが自然だと思うんですよね。まあ、だとすると、青色の星の頂点に立つイム様は、原初の悪魔の実である可能性があると。海の悪魔の実を食べたんじゃないかと思ったんですよ。これ当たってますよ。あ、当たってもすでにワンピースの中でヒント言われてますわ。はいはいはい。出てなかったんですけど、はいはい、それが、ゼファ。あ、海は見ている。やっぱり対象クラスになると、うん、イム様が常に見てることを分かってるんやわ。しかも海は見ているってゼファは歌ってへんのよ。あ、そう、うん、まあ青木じゃね、青木、まあどっちにしろ海軍大将やから、うん、ゼファも歌ってるよ多分。うん、そうだと思うんですけど何を言う、だからあたぶち込んできたのかな、当たってるなと思って。原初っていうのがいいよね。いい、なんか僕たちの中で太古のね地球を支配した誰って言ったら絶対恐竜ってみんな言うと思うんだよ。確かに古代史としてね、うん、ただ僕この前ね久しぶりになんかディスカバリーチャンネルみたいなの見てたんですよ。そしたらなんか地球上の最初の生物みたいな特集やってて、うん、めっちゃおもろいやって見たら、うん、恐竜の時代の前って一体爬虫類が存在してないんですよ。はいはいはい。爬虫類が存在してないどころか、うん、陸にはまず植物がまずないんだよね。そうね。まず海の中の生物から始まってるんだけど、海サソリみたいなのが出てきて、海サソリめっちゃかっこいいやみたいな。だそこから爬虫類の時代になって、はいはいはい、はい、もう哺乳類になってくるじゃないですか。っていうように恐竜が何も古代の最初の最強じゃないんですよ。確かに。そう、俺も見たことある、海から出てきてるあの爬虫類のワニみたいなやつが、そう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 、こいつの愚かな失敗のせいで今の俺があるみたいな。何してくれたんだこのバカみたいな感じ。そう、全ての最初は海きっかけなんだと。ほう、なるほどね。なってるわけですよね。確かに、はい、巨大な王国の復活、はい、クローバーがポーネグリフを読み解いてたどり着いた空白の100年に存在したとされるある巨大な王国、はい、現世界政府によって滅ぼされたということなんですけども、うん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 、そんなに巨大な王国がどうやったら跡形もなく消えるんだと。そうやね、やっぱり疑問ですよね。で最近で言えばルルシア王国は滅ぼされちゃいましたけども、はい、あの規模の国だったらそれもあり得る話なんです。お、はい、巨大だとわざわざ言うってことは、うん、今存在している国々よりも想像を超えるデカさでしょ、はい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 、だって僕たちの中の知ってる巨大な王国ってどこぐらいですか。アラバスタの方がデカく感じるじゃないですか。アラバスタも広かったね、うん、でもなんかアラバスタの領土が広いだけで、うん、別に宮殿が広いわけじゃない。もう確かにどうなんだろうな、うん、だからもう王国っていうそのなんか島全体のやっぱ文明が栄えていたっていう意味だと思うんだよね、はいはいはい、でここで思い出してほしいのがこちらの SBS です、はい、マリー城に登場したパンゲア城とはもしかして世界の大陸をパズルにした際に一つの大きな大陸となる、つまりワンピースとしているのではないでしょうか、うん、パンゲア城は世界の中心にあるため辻褄が合うと思います。でそれに対してパンゲア超大陸、世界の大陸は大昔一つの大陸だった、名前は確かに使いましたが、さてその意味は言わない笑いという質問がありました。でこの質問に関しては確実に今後回収してくるんじゃないかと思うんですよ。はいはいはい、はい、このパンゲア超大陸に当たるものこそが、うん、ある巨大な王国なんじゃないかと。そうだって陸地がだってはるかにでかいの1個だったから、まあ、確かにね、はい、実際これ都心的にもありますからね。そうなんです、つまり世界のほとんどを埋め尽くすほどの巨大な王国だったんじゃないかと考えられる。おお、ただ今はそれがなくなって青色の星を埋め尽くしているのが海なわけじゃないですか。はいはいはい、はい、青なんですからね。おお、ということは空白の100年の中で世界のほとんどを埋め尽くす巨大な王国を、うん、イム様が丸ごと海に沈めてしまうことができたのが今の世界じゃないかと。
まあ、例えばこちらの建物皆さん覚えてますか？インペルダウン。これ海の中にあるんですね。これどうやって作ったんってなる。こうやってクレーンとかなかなか難しくないですか？これ海の中に建てたんじゃなくて、うん、陸地に建てたものが海に使ったと思ったの。説明つかない、まあ、簡単ですね。その方がそう、うん、で海に沈む前に作ったんだと。はいはい。その他にもジンベエの扉絵でこちら海底遺跡も存在ありますね。はい。で何よりもですよ、ワノ国だって海の中に沈んでたじゃないですか。確かに。大昔の真実のワノ国みたいなね。そうそう。ってことはあるんですよ、あの世界は。おお、はい。こういった海底の建造物から考えてみても辻褄が合うんです。ありそうやね。はい。でここでようやく出てくるのがシャンクス。おお。はい。おそらく本名がフィガーランドシャンクス、まあ D が入ってるかどうかわかんないけど、はい、当然この名前にも深い意味が隠されていると思っております、うん、ランドというのは土地という意味もあったりしますよね、まあ、ディズニーランドとかね。そうで、フィガーというのはもともとラテン語の語源では形作るといった単語が語源になっていて、まあ、フィクションとか、まあ、同じ語源だというふうに言われてますね。そうなんや、はい、これらを合わせて考えますと、うん、土地を形作るという意味合いがもたらされる、はい、意味深に覚えてきたでしょ。そして土地の再生破壊といえば我らが主人公ルフィもマダムシャーリーの予言で、うん、魚人島を、ね、滅ぼしてしまうという予言がありましたね。これはもう未回収の伏線の一つです。そういったことから考え考えますと、かつてイム様が巨大な王国を沈めて作り上げた今の世界をルフィが、まあ、全てぶっ壊したと、うん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 、でシャンクスがある巨大な王国ごとかつての世界を再生して作り直すという、まあ、最終展開が訪れるんじゃないかという考察でした。まあ、でも毛とかあると思うで。え、その沈んでるから昔の建物はね、ルフィさんは毛とかついてると思う。あ、うん、よくない。毛付きの建物は資産価値低そう。今日の考察は皆さんいかがだったでしょうか。はい、長尺でしたけど最後まで見ていただいてありがとうございました。いや、めちゃくちゃ面白いですね。いや面白いね、うん、なんか海の中に沈む都市とかさ大陸ってもうワクワクするやんか。いやほんまに小田先生もなんか都市伝説多分お好きやと思うから、子供がなんか見てワクワクする展開をそのまま残してると思うよな。はい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 。まだまだあの世界海の中にはたくさんのものが眠ってると思うんだよね。確かにな、うん、ということで今日の考察が面白かったって人は今すぐ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。それではバイ。時間